こんにちはミニマリスト投資家明です今回はですね、投資初心者向けにですね、おすすめの投資の勉強本っていうのをご紹介したいなというふうに思います。まあ、今日ご紹介する本は、実際私も読んで,で、それがきっかけにね、投資を始めた本もありますので、ぜひこれから投資を始めたいとか、投資を始めて間もなくて、まだちゃんとね、本一冊も読んでないという人は、ぜひ参考になればなというふうに思っております。 はい、私、本業は会社をしておりまして、それ以外の時間で投資をしております。で株式はアメリカだけではなくて、先進国、欧州とか日本とか、また新興国等々にも投資をしております。でまた、実績ですけれども、まあ、国債とかコモディティ、FX、暗号資産等々も投資をしておりますで。年間の生活費は家族5人で300万円ぐらいですね。まあ、ミニマリストっていう、なんでしょう。 キャラクターもあるので、まあ、若干少ない方かなというふうに思いますので、まあ、言い換えると節約そこそこできているのかなというイメージを持っています。はいで今のところですね、えー、9ヶ月でだいたい281万円ぐらいお金が増えてきております。このままコツコツと投資をしていくつもりです。で、投資のメインはですね、株式になっています。株式が69.8%で、それ以外のま金融資産もいくつかやっているという感じですね。 で、米国を中心ですけれども、先ほどちょっとお話ししましたように、世界に分散をして投資をしております。比較的、ポートフォリオの割合も、地域もすべて分散投資をして、バランスが取れているんじゃないかなというふうに思っています。まあ、今、こういうふうに投資はできているんですけれども、もちろん始めた当初はですね、もう全然あの知識もなくて、 こんな綺麗なバランスの取れたポートフォリオができていないんですけども、まあ、こうなるに至った本っていうのがいくつかありますので、そちらをご紹介したいなと思います。はい、で投資の話が入ってきますけれども、もう投資は自己責任自己判断でお願いいたします。はい、で悩みですね。今日のあなたのお悩みは投資を始めるために読んだ本は教えてくださいということですねで。投資初心者が読むべき3つの本をご紹介したいなというふうに思います。 はいで今日ご紹介する本は3つですね。まあ、1つは、えー、図解、最新、えー、難しいことは分かりませんがお金の増やし方を教えてください。で2つ目は世界のお金持ちが実践するお金の増やし方。で3つ目は父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教えこちらをご紹介したいなと思います。 でまず1つ目ですね。これ、図解最新。難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてくださいということです。で、これはですね、山崎一さんという方があ書かれている本なんですけれどもあの、本当にね、タイトルの通りです。もう難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてくださいということで、本当にね、投資だけではなくて、お金の知識とか、も全くない状況の中で、最初の1冊目としてこれを読んだんですけど、非常に分かりやすいです。 なのでおすすめできる人っていうのは投資をしたことがない人お金の知識に自信がない人、まあ、簡単に言うと保険の必要性住宅ローン年金等々投資だけじゃなくてもうお金全般について全く分かりませんという人に対して書かれた本ですなので最初の印冊目としては非常におすすめですでこの本を読んだ後、ですね私自身に起きた変化というのはまず投資を始められたということですね で、結果的に今はですね、先ほどご紹介したように資産を増やすことができております。で、この本を読んでできるようになることっていうのをいくつかまとめてみました。まず一つは、老後に必要な資金を計算できるっていうことですね。多分皆さんが漠然とお金に対する不安というのは、えー、っと、まあ、仕事を辞めた後ですね。 まあ定年退職だったり早期退職する人もいらっしゃるかもしれませんしあの70歳とか80歳になってもお仕事したいという方もいらっしゃると思うんですが、まあ、いつかはね仕事を完全に辞めるときが多分来るはずですでそのようなときにですねお金いくら持ってたらいいんだろうっていうその漠然とした不安があるから多分皆さんあの日常お金に対するこう不安を抱えているのかなと思います なので、それは逆に言えば、老後に必要な資金を計算できさえすれば、その不安はなくなるかなと思います。実際私はなくなりました。まあ、こういうことがまずわかりますね。でまた、自分の資産の何割をまあ現金、また株、債券、これに分配すればいいかっていうのがわかるようになります。まあ、よく分散投資とか言いますけれども、これの類ですね。 現金100%つまり給料と貯金とお財布これが私の資産全てですという場合だったのが今は先ほどお伝えしたように株とか債券とかもろもろ分散できておりますでまた3つ目ですけれども具体的な証券会社とか投資先の銘柄まで紹介されておりますもちろん最終的に責任というのはこの本を読んで投資をした本人ですね に責任がありますのでそれはあの理解いただければと思うんですけどもただやっぱり投資をしたことない人からしたらまずどこの証券会社がいいのとか A 社 B 社 C 社何か違いがあるのっていうのが多分わからないと思うんですよそれも解説していただいておりますでまた何を買ったらいいのですよねこれに関してもご紹介していただいております 買うときに、ここを見たらいいんだよ、ここを見たらいいんだよっていう、その項目がありますので、まあ、それを解説してくれています。で、また、さっきちょっとちらっとお話しましたけど、各種保険ですね、あの例えば、生命保険とか、そういうところの必要性も、多分ですね、僕は今まですごいふわっとしてたんですよ。まあ、なんとなく入っていたほうがいいだろうなっていう程度だったんですけど、まあ、それがどれだけ大事か。 これとこれはいるけどこれいらないなとかそういうことも理解できるようになりましたなので私自身はよく分からなかった年金とか保険のことも整理をできてまさにですね人生を変えるきっかけとなった本でありますで本のタイトル通りえと難しいことは分からなくても大丈夫なように本が作られておりますのであのぜひね本当に全く金融,金融リテラシーが自分がゼロだと いう時に過去私もそうだったんですけどその時でも全然読んで理解できる本ですので非常におすすめの本です。どの証券会社を選んでどの株や債券を買えばいいのかしっかり示してくれていますのでぜひ投資に興味があって本当に全く何も読んだことないっていう人でも理解できる本になっております。 で次ですけれども、次は、世界のお金持ちが実践するお金の増やし方ということで、これはですね、高橋ダンさんという方が投資、あ投資ではない、<laughs> 本を書いております。で、これをお勧めできる人は、投資をしたことがない人、これさっきと同じですね。で、あと、分散投資ができていない人、まあ、こういう方にお勧すすめですあの。投資はしたことあるけれども、例えば、こういう投資信託一つにすべて、まあ、投資をしていますとか、 そういう方はぜひですね、この分散投資の大事さとか、分散投資にはこういうものがいいんだよとかっていうところを紹介していただいている本です。で、実際私に起きた変化というのは、先ほど言ったように分散投資ができました。まあ株だけではなく、先ほどちょっとお伝えした国債や債券だけではなくて、暗号資産とかコモディティですね、いわゆる金とか銀とか、そういう農業商品までいろいろ私は投資をしております。 で、アメリカだけじゃなくて、日本、欧州、新興国等々にも投資をしております。でまた、チャートを使えるようになりました。MACD とか RSI とか、いくつかチャートの基本となるようなこういう指標というのを、まあ、理解できるようになったので、まあ、短期投資、長期投資、もろもろレベルが上がったと思います。で、また、投資に対する不安がより軽減されました。 まあ最初、山崎さんの本である程度ね、投資に対する不安っていうのはもうほとんどなくなったんですけども、ただ逆にですね、もっとこう、投資に対する興味というか、現金しか持っていないことのリスクっていうのを、この高橋ンさんの本で理解できるようになって、投資をどん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 するようになってきております。はい。で、えー、これを読んでですね、できるようになることっていうのは、私自身ポートフォリオの分散化ができました。これはもうさっきお伝えした銘柄の通りですね。 あれだけの分散投資等々ができています。で、また金融危機に耐えられるポートフォリオを作れているかなと思います。この2022年、えっ、ー、とコロナショックよりも下がってきております。で下がってきてるんですけれども、ただそれを踏まえてもですね。いくつか分散投資のおかげで、えー、例えば何でしょうね。s&p500 アメリカの s&p5001 本しか投資していない人等と比べると。 あの明ららかに資産のの減りりうのは抑えられておりますそれは、えー、と今で,で言うと国債とか金とかこの辺りが非常に支えてくれているからですね特に金ですねあの株とか国債が下がってきておりますけれども金はかなり上がってきておりますのでそれによって気持ちも落ち着いているという感じがします でまたあ先ほどお伝えしたようにチャートがちょっと読めるようになりますので短期投資をね少しできるようになったりします、まあ、ただ短期投資を専業でやるっていうのは、まあ、素人には絶対に無理なので本当に何でしょう、まあ、勉強というかちょっとしたリスクヘッジとかそういう意味で短期投資ができるようになってきておりますはいなので、えー、この本非常に分かりやすくて投資がねちょっともう一段階レベルが上がるような気がします で高橋旦さん、YouTube でもいろいろやっているんですけれども、まあ、より毎日、えー、定期的に、えー、何でしょう動画を出すということをベースにされているので、あまりこう図表とか使ってらっしゃらないんですよね。まあ、最近はちょっと、あの多分外部の方が編集に関わられて、少し見やすくなってきていますけれどもあの、結構シンプルな動画になっています。なので、えー、図表は使っていないんですけど、この方はきちんと図表を使っていますので、えー、分かりやすいかなと思います。 投資に対するマインドセットから具体的な投資銘柄まで幅広く網羅されておりますのでこの本を買ってもですね、きちんとあの例えばアメリカに投資するんだったらこれがいいよとかあ欧州に投資するんだったらこれがいいよとかっていうのが示されておりますので参考になるかなと思います。はい、で最後ですねこれ3つ,、えー、3つ目の本は父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教えという本です。 でこれをおすすめできる人っていうのは、まあ、ファイヤーを達成するための分散投資がよくわからない人ですね、まあ、ファイヤー、例えば5000万とか、まあ、人によっては3000万とか、まあ、8000万1億とかであもう経済的に自立仕事を辞められるじゃんとかって思った人もしくはそれを狙っている人だとしてもじゃ実際仕事を辞めた後で実際お金どういうふうにしたらいいのかなっていうのはわからないと思うんですよね 例えばあ株が非常にねお金が増えて株が1億円ありますとで現金100万円だけありますっていった時にこの後本当に株を1億円持ってたらお金減らないのかなとか、まあ、資金が底を尽きてず、えー、れにならないのかなっていう不安があると思うんですけど、まあ、そういう不安を取り除いてくれる本ですね。 ま結論から言うと株は50%国債50%こんな感じで持っていたら数年後あなたの資産はこれぐらいになりますよとかっていうのが分かるようになります。でまた,あー暮,らしのゆた暮らしを豊かにする基準がよく分からない人例えば過去の自分とかそうですけどあのお金めっちゃ稼ぐんですけど稼ぐからといってじゃあね心が満たされてるかというとそんな感じはしないんですよね。 まあそれはあ多分今思えば自分がもともとですねそんなにあのお金に興味がないって言ったら失礼なんですけどあの物欲とかそういうのがほとんどないんですよね高級時計高級車また服等々ほとんどもうほとんどというかもう全く興味がないのであの持とうとも思わないんですよだから心身をこう疲弊してまでいっぱい稼いだお金をどうしていいかがわからないわけですよね まあ単純に言うと僕は普通に毎日まあそんな大きな怪我とか病気もなくあの家族と暮らせでいけばもうそれで十分なんですよなんでなんかいっぱいお金を使っても幸せを感じないとかいっぱいお金を稼いでもなんか豊かになっている気がしないとかっていう人はぜひこの本おすすめだと思いますで実際私自身に起きた変化というのはまあ老後とかファイヤー後の暮らしぶりをこう想像できるようになりました あこういうふうにお金をこうを持っておいて株でこれぐらい国債でこれぐらいコモディティでこれぐらい持っていてであとは日々こういう生活をしていたらお金はなくならないしあ毎日楽しいんだろうなというそんな想像ができるようになりましたなので読んでできるようになることっていうのは、まあ、老後とかファイアを達成するためのマインドセットであったりとか、まあ、その後の家計のやりくりが分かるようになりますでまたこれ年齢別でいろいろありますよね あの40代でファイヤーした人はあと何年また6070でファイヤーした人はあと何年ってやっぱそれぞれ違うと思うのでまあそういう年齢別のポートフォリオの作り方も分かるようになりますで非常にですねこのお金と上手に付き合うためのバイブルっていう感じが私はしますあのお金の増やし方はもちろん書いてありますけれどもなんか暮らしに対するメッセージ性が強い印象です先ほどちょっと言ったようにまあ例えば 欲しいと思っていたあ例えば車を手に入れても何か思ったほど幸せじゃないなとか、まあ、そういうふうになんかお金との付き合い方だったりとかがよくわからないなんかこれ何いっぱい一生懸命働いてもなんか本当意味あんのかなとかそう,いうことそういうことに対するモヤモヤがある人は是非読んでみるといいと思います。はいということですね。えー、今日は3つご紹介させていたただきましたけれども まあ一つだけあのお伝えしたいなと思うのは何も勉強せずに投資を始めるとあの危険だと思います投資に成果はないんですけれども基本の知識は必要だと思いますこういう株の銘柄はこういういいとこがあるけどこういう悪いところもあるとかそういうところをある程度ですね一冊はちょっと読んでおいた方がいいと思います もうリスクを知らずに投資をするっていうのは、なんかギャンブルと同じようなイメージを持ってますので、あのこれだけは、あこの何か一冊、どれでもいいので読んでみるといいと思います。で、勉強すればですね、不安はどんどんと取り除けられますので、あの投資はいつでも始められるようになるかなと思います。なので、えー、もちろんね、投資を始めたこと自身は、あの、素晴らしいことで、私自身はそこは、 あの尊敬するんですけれども何かねこう本を一冊でも読んでないという人はぜひ一冊読んでみるといいと思いますまあどれも1,000円2,000円とかっていう普通の本屋さんで売ってる本ばかりですのでぜひですね一冊何か読んでみてはいいかなというふうに思います はいということで、ご視聴いただきありがとうございました。あの動画だけではなくて、ブログとか、ポッドキャスト、SNS 等々もやっておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。まあ、僕自身は、あのまあ、コツコツ投資をして、まあ、本業会社員でお金をコツコツ働いて、まあ、お金を、ね、投資に少し回して、まあ、あ2035年ぐらいまでには、あのファイヤーできたらいいなというふうに思っています。 はい、なので本当にコツコツやればですね誰でもお金は増やすことができますしあの皆さんに全て可能性があると思いますのでぜひ私自身もそれに向けて頑張っていますので参考になる動画またコンテンツであれば嬉しいです本日もご視聴いただいてありがとうございました良い一日を